ちぃ、お子ちゃまどもめ、どいつもこいつもさっさと寝ちまいやがって、ちょっとは俺の相手しろよな。やったぞ、一人目の犠牲者だ。だがここからがお仕事だ。殺人には美学というものがある。死体の展示の仕方にもこだわりがあるんだ。はは、よく寝た。でもヤト、どこへ行ったのかしら。さあな、どっかで酔いつぶれてんじゃないの。これだ、この恐怖に震えた空気、これを肌で感じたかった。生きてる。なぜか、確かに手応えはあった。いきます。食べる元気はあるんですね。どうしたの。ちょ、なんかやばくね。本来なら次の犠牲者のための毒だったが仕方ない。こいつが苦しむ姿をしっかり観察させてもらおう。ヤト、シェフのうっかりさんめ、俺がイナゴなら危うく駆除されてたぞ。いや、人間でもアウトだよ。日本じゃ禁止されてる農薬だぞ。なんであいつ死なないんだ。何者なんだ。僕のやり方が下手なのか。見てろ、俺が五輪代表候補まで行ったトリックを決めてやる。てへ、今のは練習、次が本番ね。おま、やが、今のも練習。あの、背中が大変なことに。あっつ、や、寒い。あいつが。待て、ひよりさん、落としたままだよ。扱っといてください。サイ、今度こそ。あ、